首都圏と秋田をダイレクトに結ぶ秋田新幹線、盛岡駅まで早草に並結され、盛岡駅と秋田駅の間では在来線の田沢湖線に直通し、ミニ新幹線秋田新幹線として運行されています。一方、かつて仙台から秋田への最速ルートの役割を担っていた北上線は、現在ローカル輸送を行うのみとなっており、利用者数の少なさから沿線自治体では北上線の将来を案ずる声が出ているほどです。どちらも奥羽山脈を横断し、秋田へのルートを担う路線でありながら、その現状は残酷なまでに差がついてしまいました。それでは、なぜ北上線はかつて秋田への最速ルートであったにもかかわらず、秋田新幹線のルートになれなかったのでしょうか。今回は秋田新幹線が走る田沢湖線、ローカル線となった北上線、それぞれの歴史を振り返りながら、田沢湖線が秋田新幹線ルートに選ばれた理由、そしてこの2つの路線の将来について考えてみたいと思います。それではまず、田沢湖線、北上線の位置関係から見ていきたいと思います。どちらも奥羽山脈を横断し、東北本線と奥羽本線を結ぶ路線です。北上線は北上駅と横手駅を結び、路線距離は 61.6km。 一方の田沢湖線は盛岡駅と大曲駅を結ぶ、路線距離 75.6km となっています。北上駅を起点として秋田駅までの距離を見ると、北上線経由だと北上駅から横手駅の 61.6km、 横手駅から秋田駅まで奥羽本線で 70.4km の合計 132km。 一方、田沢湖線経由では東北新幹線で北上駅から盛岡駅が実キロで 47.9km、 田沢湖線が 75.6km、 奥羽本線で大曲駅から秋田駅が 51.7km で合計 175.2km となり、距離の短い東北新幹線を使っても秋田への距離を考えると北上線が圧倒的に短くなります。秋田への最短ルートと考えるのであれば、北上線ルートの方が理にかなっていると思われますが、なぜ田沢湖線ルートが選ばれたのでしょうか。それについてお話をする前に、それぞれの路線の歴史についても触れておかなくてはいけません。まずは北上線の歴史から現在に至るまでのお話をいたしましょう。北上線は横手と黒沢尻、これは現在の北上にあたりますが、双方からそれぞれ西王国軽便線、東王国軽便線として開業し、1924年、大正13年に全線開業、路線名は王国線と改名されました。この名前はお分かりの通りかと思いますが、横手と黒沢尻の頭文字を組み合わせたものとなっています。その後、1954年、昭和29年に黒沢尻駅は北上駅に、1966年、昭和41年に王国線が北上線と改名されました。かつて北上線は東北本線と奥羽本線を結ぶ路線の中では、線形が優れた路線として、DD51 のような大型機関車が入線できたため、多くの貨物列車が北上線経由で運行されました。また先ほど触れましたように、秋田への最短ルートだったため、東北新幹線開業以前は特急青葉、急行北上といった優等列車も運行されていました。そして1990年、平成2年以降、山形新幹線の建設工事が始まると、奥羽本線経由で上野駅と秋田駅を結んでいた臨時夜行急行列車小賀が北上線経由で運行。さらに1996年、平成6年3月、秋田新幹線の開機工事に伴い、田沢湖線が1年間全列車運行中止となったため、田沢湖線で運行されていた田沢と同様の特急列車として秋田リレーが運行されました。この特急秋田リレーは、北上線の優れた線形、一部の列車がホット湯田駅に停車する以外、横手駅と大曲駅のみという少ない停車駅、そして運用に用いられたキハ110系の性能の高さにより、
北上駅と秋田駅を最速で所要時間1時間53分と、北上駅に停車する東北秋田新幹線こまちの北上駅から秋田駅の約2時間とほぼ変わらない速さを誇っていました。秋田新幹線ルートに田沢湖線が選ばれた理由として、盛岡経由で距離が長くなっても東北新幹線が最高速度で北上駅から盛岡駅まで走行することができるため、距離の長さは所要時間の短縮で埋められるとのご意見があり、それはもちろんごもっともなことですが、仮に北上線経由で E7系のような高性能な電車を運用することができれば、キハ110系運用よりも多少時間を短縮できるかもしれませんし、大曲駅でのスイッチバックもないため、ロスタイムも少なくなるという考え方もできます。これについては後ほど改めてお話をします。さて、その後山形新幹線と秋田新幹線の開通により、田沢湖線や仙山線が迂回ルートとして使えなくなったため、北上線は災害や事故などの発生時に迂回する代替ルートとして多く活用され、2011年平成23年には寝台特急あけぼのが東北本線と北上線を経由して迂回運行されたり、クルーズトレインの四季島が入線したこともあります。このようにミニ新幹線建設時、そしてその後の不便を最小限に抑える重要な役割を果たしたのが北上線なのです。しかしながら、現在の北上線は2022年3月に矢別駅と平石駅の2駅が廃止されるなど、その状況は大変厳しいものがあり、2022年度令和4年度の輸送密度は250にまで落ちており、特にホット湯田駅から横手駅の区間に限れば輸送密度わずか90と、沿線自治体がその先行きを心配するのも無理がない利用実績となっています。では次に田沢湖線について見ていきましょう。この路線は盛岡と大曲を結ぶ横断線として計画され、1922年大正11年に橋場軽便線として盛岡駅から現在の赤渕駅の少し先にあった橋場駅まで、1923年大正12年大曲駅から現在の田沢湖駅にあたる小保内駅まで小保内軽便線としてそれぞれ開通いたしました。その後、緊縮財政や戦争により全通計画はあるものの、なかなか実現することができず、全通したのは1966年昭和41年にまで持ち越されました。1982年昭和57年東北新幹線盛岡開業に伴い、田沢湖線は盛岡駅から秋田駅への連絡ルートとして電化工事が行われ、盛岡駅と秋田駅の間で運行されていた急行田沢は電車特急列車となり、 L 特急田沢に昇格いたしました。このように東北新幹線が盛岡駅まで開業し、その時点で田沢湖線が秋田駅への連絡ルートとして電化されたことで、その後の秋田新幹線の下地ができたわけです。田沢湖線が秋田駅への連絡ルートとなったのは、盛岡駅が当時の東北新幹線の終着駅であったこと、盛岡と秋田という県庁所在地間の流動などを考慮したためと考えられます。仮にの話となりますが、東北新幹線当時の終着駅が北上駅だったとすれば、北上線が電化され秋田への連絡ルートとなっていた可能性もあります。しかしながら、現実に田沢湖線が電化され北上線は非電化のままだったため、その後の秋田新幹線建設では電化されトンネルの車両限界で対応できる田沢湖線が選ばれることとなったわけです。しかし、秋田新幹線のルートが田沢湖線となったのはそれだけではなく、他にも理由があったのではないでしょうか。それは当時の秋田県の政策によるところが大きかったと私は考えています。秋田新幹線建設までの経緯を見ていきますと、1983年新幹線の在来線乗り入れ案としてミニ新幹線の検討が国鉄内で始まりました。一方、秋田県では電化され東北新幹線への連絡ルートとなった田沢湖線を首都圏への連絡経路として重要視されるようになります。1984年昭和59年東北経済連合会と共同で新幹線接続在来線の速度向上に関する調査が開始されました。その調査結果で田沢湖線の速度向上の実現性が高まったことで、秋田県は国鉄や他の関係当局と協議を重ね、
1986年昭和61年3月に県が策定した県総合発展計画後期計画において、ミニ新幹線の整備は重点課題として記載されました。そして1987年参戦を果たした秋田県の佐々木知事は、田沢湖線のミニ新幹線化、高規格幹線道路の建設、八幡平、阿仁、田沢湖地域での大規模リゾート整備といった3つの大規模プロジェクトを公約として掲げ、同年県主導で秋田盛岡間在来線高速化推進委員会が設立されました。その後、山形県にミニ新幹線は先を越されるものの、1990年、平成2年に田沢湖線のミニ新幹線事業が運輸省で予算化され、1997年、平成9年3月に秋田新幹線は開通したわけです。この一連の流れで見えてくるのは、田沢湖線高速化、ミニ新幹線化による秋田駅への所要時間短縮と並行し、八幡平、阿仁、田沢湖地域での大規模リゾート整備が公約として掲げられている点です。実際、阿仁地区では国道計画により1987年、昭和62年、森吉山阿仁スキー場がオープンし、その後プリンスホテルが経営するなど、そうした動きが見えています。また、八幡平は岩手県との県境に広がり、岩手県内の雫石駅を秋田新幹線の停車駅とすることで、雫石スキー場や小祝農場といった観光地へのアクセス強化へつながることが可能となり、秋田へのアクセスルートとみなされがちな秋田新幹線でも、岩手県に大きなメリットを生むことができました。さらに秋田新幹線は、みちのくの小京都と呼ばれる角館への停車も可能となり、秋田県、岩手県双方で沿線の観光促進という大きな効果を見込むことができたわけです。仮に北上線で同様の効果が発揮できるかといえば、沿線で岩手県内の観光地は湯田錦秋湖くらいで、さすがにこれは雫石や八幡平と比較するのは酷でしょう。その他、沿線で知名度の高い観光地といえば、秋田県内の横手くらいにとどまり、その波及効果は田沢湖線と比べかなり小規模なものになると言えるでしょう。また北上線ルートでは岩手県のメリットがほとんど見つからず、このルートでは岩手県の協力を得られるかどうかすら厳しいものがあるでしょう。実際、秋田新幹線の事業費負担の割合を見ると、JR 東日本を除けば、秋田県が最大の負担をしているのに対し、岩手県の負担比率はわずか 2.5% にとどまっています。もちろん、このルートの最大の受益者は秋田県なので、秋田県の負担割合が大きくなるのは当然ですが、仮に北上線ルートで建設となると、そもそも岩手県の協力が得られるかどうかというレベルではないかと思います。このように秋田新幹線が田沢湖線ルートとなったのは、あらゆる状況から考えて理にかなったものですが、それでは今後の2つの路線、将来的にどういうふうになっていくのか考えていきましょう。北上線は先ほども触れましたように、利用者が減少傾向にあり、2022年度の数値を見ると、北上駅から堀戸湯田駅の区間が輸送密度314、営業係数3205、堀戸湯田駅から横手駅の区間が輸送密度67、営業係数5859と、特に秋田県側の堀戸湯田駅から横手駅の区間が大変厳しい状況となっています。実際に乗車してみると、北上駅から堀戸湯田駅の区間では、途中駅での乗り降りも比較的あり、それなりに利用者はいます。また温泉が併設されていることで知られる堀戸湯田駅では、私が乗車した際には降りる人も多ければ乗る人も多く、かなり利用されているように見えました。ただそれは輸送密度を念頭においての比較論であり、炭鉱の機動車で十分対応できるような乗車人員であることも事実です。これだけ利用者が少ないと当然路線の損廃が懸念されるわけですが、輸送密度営業係数を見ると、JR 東日本の赤字ローカル線の中でもその数値はかなり低い部類に入ります。しかし北上線を考える場合、過去に何度か利用されているようにバイパスルートとしての機能を考慮するかどうかというところがポイントとなります。また北上線では定期貨物列車はすでに廃止されていますが、 JR 貨物がまだこの路線において免許を保持しており、
形式上貨物列車の運行が可能な状態となっています。線路状態も良く、重量貨物に耐えられる設備を持った路線ということで、不測の事態に備えて路線を維持するかどうかという点も検討事項となります。ただ現実にここを貨物列車で通す場合、ディーゼル機関車を用意しなくてはいけないため、その車両の運用を考えると、よほどのことがない限り北上線で貨物列車を運行するということは考えづらいのも事実です。いずれにしましても、北上線単体の旅客利用状況だけで考えると、路線の維持はかなり難しいため、貨物を含む代替ルートとしての重要性がどこまで認識されるかで、この路線の価値が測られると思います。一方の田沢湖線ですが、こちらは秋田新幹線の運行ルートとなっているため、損廃問題とは無縁の路線です。仙岩峠に新しい防災トンネル建設の計画もあり、これが建設されれば秋田への所要時間は7分短縮され、天候による輸送障害のリスクも大きく減少するため、今後も JR 東日本の基幹路線としての地位はまず揺るがないでしょう。唯一この路線の存在が危ぶまれるとしたら、それは奥羽新幹線が開通した場合となります。奥羽新幹線が開通した場合、東京から秋田への最速ルートはそちらへと転移するため、秋田新幹線の必要性が大きく問われることになります。田沢湖線から秋田新幹線を除いた場合、その利用者数は大きく減少し、北上線と同等とまでは言わないまでも、輸送密度はおそらく線を切ることになると思われます。特急列車が走っているため幹線ルートの扱いになっているものの、特急列車がなくなったら一気にローカル線化してしまうような事例は、最近では西九州新幹線開業後の長崎本線江北駅から諫早駅の区間で見られる通りです。新仙岩トンネル建設の計画もあり、奥羽新幹線が単なる構想レベルである現在、秋田新幹線がなくなってしまうようなことは現実的ではなく、秋田新幹線が運行される田沢湖線が損廃対象になる未来は考えられません。ただ新仙岩トンネルが建設された場合、トンネル内の最高速度が引き上げられ、トンネル区間に相当する赤渕駅から田沢湖駅の区間から普通列車が廃止されてしまうようなことは十分に考えられます。秋田新幹線としての利便性は向上するものの、ローカル輸送での利便性は今後下がっていく可能性はあると言えるでしょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。